いやお前さん、はい、最近、いやお前さん、お前さん、お前無意味識でしたけど、はいはい、いやいいですよ、うん、なんか久しぶりのこのナイトドライビングバージョンの時間がやってまいりましたね。みわちゃん後ろにいます。はい、今日みわちゃんいます。みわちゃんもっと出てっていう、男性陣からのリクエストが多いやん。あ、ね、人気あるね。そうやね、いいな。おっさんらの話はどうでもいいから、みわちゃんの声を聞かせてとるね。いやいや、ためになる話誰もしてないじゃん。はい、よろしくね、今日もお願いします。はい、まあ、でもこの間ね、はい、カレーうどんの話をねして、お前さん即日あげてくださったじゃないですか。カレーうどんな、あれコメント拝見されました。いくつかでも、お前さん、皆さん見たよ。どう思われました。いや、覚えてない。覚えてない。正直僕もあんま覚えてないんですけれども、はい、まあ一番多かったのは、うん、お前さんの言う通り好きなようにしたらええやっていう。そうやろ。いや、うん、いやで分かったんですよ、僕のね、あれはね、話の進め方が悪かったんですよ。僕が大前提として出されたご飯残したくないっていう気持ちがあるんですよ、はい、でだから残したくない人にと残したくないけれども、うどんのスープとかラーメンのスープはまあギリギリ残してもいいものなのかなという認識があったのに、はい、カレーうどんのそのカレー汁は僕は残していいものなのか、うん、残しちゃ悪いものなのかという葛藤があったんやというふうに、あれが上がったのを聞いて、分かりました。なるほどね。そう、そのことやったんですよ。まあでも好きなようにしたらいいやん。そうですね。それが全てやと思うよ。そうですね。もうそんなん決まりないんやから。まあまあまあ、まあ、作法もないんやから、ね。まあ、そうなんです、ね。それがテーブルマナーでね。はいはい。テーブルマナーとしてカレーうどんのスープ汁は 20cc 残しなさいって、そんなんがあるわけでもなんでもないんやから。まあまあね。もう何でもええねん、そんな。まあそうですね。はい。それを疑問に思うっていうところが僕不思議なんですよ。いや、違和感を感じたんですよ。違和感とかもう意味わからん。もう。はい。もう何でもいいねん、そんなんっていうところで。でもなんか他の意見もあったの？いや、他の意見あんまなかったです。そうやろ。ほとんど考えたことないからどうでもええわ。そう、大概考えたことないどうでもええわってどんなコメントやねんと思って。いや、だからどうでもええのよ。だからもう好きにしいや、飲みたかったら飲んでもいいし、残したかったら残しいやという、そういうことやと思いますよ。なるほどですね、はい、分かりました。はい、じゃあ今日はちょっとまともな話をします。まともな話。はい、はい、まあ、ちょっとこれを聞いてらっしゃる方はね、若干興味あるんじゃないかなというテーマを持ってきました。何でしょう。ですね、まあ、大前さん実況ある日とか、うん、オリックスじゃなくてもいいんですけど、 J スポーツとか福岡でもいいんですけれども、はい、でミヤちゃんもここで試合ある日、うん、で僕もここで試合ある日とか、そんなとかとかでもそうなんですけど、その仕事の時に、うん、仕事前に絶対これをするというルーティーン的なものはありますかというテーマを添えたいと思います。例えばね、うん、まあ、大体この時間にこれするわとか、はい、その仕事に関係ないところでね、はい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 、なんかあります、皆さん。僕は大体僕鼻悪いんですよ、根本的に、うん、鼻が結構悪いので、その鼻を通すためにかなり発火の強い、うん、結構一袋500円ぐらいするね、はい、20粒ぐらいで500円ぐらいする高い発火の、いっぱい入ったのど飴を大体どこの現場の前でも仕事前の30分前に舐め始めて、うん、ちょうどその、本番開始の時に舐め終わるぐらいのことを絶対するんですよ、はいはい、鼻が悪いから、はい、はい、それがあるんですけど、皆さんそんななんかあるかなと思って聞こうと思いました。はい、みわちゃん。みわちゃんの僕は1個知ってます。1個知ってる。ね、私は知らないです。私知らない言ってるやん。じゃあ無意識かな、1個ありますよ。うん、言っていい、さっき言っていい。はい、みわちゃんのルーティーンは、はい、大体本番の、はい、1時間、50分前ぐらいにパンを1個食べに行くという、ね、はい、ちょうど大体ね、大体50分前なんですよ、本番前、本番の。確かにそうです。本番中お腹、本番というか試合中お腹絶対すくんで、うん、なるべくギリでご飯何か食べたいなと思って、うん、そのぐらいの時間に行ってますね。それが50分前やね。50分前ぐらい。いつもらへん時間一緒やなと思って。うんうんうん。知ってますね。そうでしょう。あの時間で喋り合いとおらへんくなったなと思って。なるほどね。そうですよ、はい、お前さん何かありますか。ないです。以上。盛り上がらへんですね。だってないねん。ないですか、ほんまに。ルーティーンなんて、ルーティーンってか別にルーティーンじゃなくてもいいんですけど、はい、
これをしますみたいな。手洗いに行きます絶対。ああでもそれ一個大事ですよね。はい、それは行きますけど、そんなルーティーンちゃうし。まあまあまあ準備ですもんね。はい、だからないです。あ、何にもないです。でもそのプロ野球選手とかでもね、そのルーティーンよく決められてる方いらっしゃるじゃないですか。はいはいはい、はい、なんかあんなんでも誰か言ってたんですけど、そのルーティーンを決めてしまったらいざそれができない状況に置かれた時に不安になるからルーティーンはあえてしませんっていう方もいらっしゃって、はいはいはい、それも一個僕そうやなと思ったんですよ。これ T さんもそう言ってますよ。あ、そうなんですか、うん、でも T さん僕打席入る前ルーティーンありますよ。いやめっちゃルーティーン作るタイプなんやけれども、はい、プエルトリコに、うん、ウィンターリーグ行った時に、はい、なかなか日本と同じ形の準備ができないと、はいはいはい、ではね、はい、でそう思った時に、あ、こうやってルーティンができないこともあるんやなと、うん、でルーティンにこだわっていたらそれができないことによってそれがマイナスのイメージとして捉えられてるのは良くないから、うん、あえてもうルーティンを作らないのがルーティンにしましたって今年の初めに言ってくれてた。あ、そうなんですね、うん、だからまあもちろんあるんだろうけど、うん、それはもうできる範囲のルーティンで。そうかそうか、別になくてもいいよぐらいの感じなんですね。結構いっぱい細かいルーティンあったそうですよ、Tさん。今でもね、打席入る前にだいたい登場局のこの辺で打席を外に2回振ってから入るみたいなのは、それも一塁側の線の平行に、ね、そうところで2回振ってから入るよね。はい、感じるんですけど。そうか、あんなも別にまあめちゃくちゃ今は重要視されてないのかもしれないですね。そうです。まあでもあれはやってるんじゃない、できることもあれは必ずできないことってないじゃないですか、うん、はいはいはい、ね、だからそれ以外に例えば試合前にどんなことするかとかっていうのはあるかもしれませんね、うん、ああなるほどね。で例えば山岡君にしても左足でラインをまたぐから、うん、横に行く方向にして、はいはいはい、うん、あれも、まあ、ルーティーンだけども、うん、まあ、本人はルーティーンとは思ってないみたいな。ああ、まあ単純に線踏むのがなんか嫌やみたいなのもあるんでしょうね。そうそう、線踏むの嫌なんて。いやでもそれ分かりますわ、うん、なんか野球のね、あの白線って踏むん嫌じゃないですか。いや、あ、ほんまですか、うん、あ、これ分かれますね。僕絶対嫌ですわあれ。いやだから、はい、そういう人もいっぱいいるよ、うんうん、映画のフィールドオブザドリームで白線をまたいだらね、うん、はい、少年になるって知らん。あ、見ましたけどはっきり覚えてないです、はい、そうですか、はい、そんなんで僕は別に気にしたことないです。はい、あ、そうなんですね。むしろライン踏んで、なんかゆっくりとライン踏んで、うん、100m ポールまで歩きたいぐらいだと。それは一個もまた面白そうなゲームですけど、ね、なんかずっともう足をこうまっすぐこうね、まあ、モデル歩きしながらこうはいはい、はい、うん、ライン踏んで 100m 歩けるかなとかね、うん、目つぶって、はい、ラインをどこまで踏んで歩けるかとか、そういうことをクソガキの時にやれへんかった。いや僕あれは、はい、小学生のとか中学の時やってる時は、はい、人工芝にもうすでに引いてある線じゃなくて、うん、誰かが白線で綺麗に引いてくれたやつだったんですよ、うんうんうん、だから誰かが綺麗に引いてくれたやつを、うん、僕の足跡で消したら申し訳ないと思ってやらなかったです。ああなるほど。そっちでした。だから多分踏みたくないんですよ。あ、まあでもどっちにしても僕踏むな、うん、うん、そういう考えもあるんだなと思って、うん、別に、まあ、わざとは踏めへんけど、もちろんもちろん、わざとこう避けようと思えよ。ああ別に自分の歩幅を変えてまで、ね、うん、それを踏まんとこと思えへんと。へえ、そうかそうか。別にじゃあ特に俺ピッチャーとかやらせてもらわれへんかったから、はいはいはい、普通に守備位置についていくだけやからさまあまあまあそうですね、別にええわって感じで。ああ、そうなんですね。お前さんショートでしたもんね、うん、ショートとかセカンドとか、うん、もっと下級生とかライトとかね、うん、でしたけども、うん、そうなんですよ。だからそんな一番 線に関係ないところですもんね。一番線関係ないやろショートセカンドは全然線関係ないわ確かにね。だからそんなルーティーンは特に今喋りの中ではないですね。これをやってから臨むっていうのは。それも大前さんもさっきの T さんみたいな、うん、できひんかった時にとかいうのじゃなくても単純に何もないってことですか。いややっぱりその状況っていろいろ違うのよな。まあそうですよ、特に大前さんの現場とかは、ね、はい、で局によってもやり方も違うし、うん、はい、打ち合わせの時間も違うしさ、うん、ね、だからご飯食べるとも違うわけですよ、うん、だからそんなんを気にしてたら何もできへんっていうのもあるし、うん、なるほど。だから世の中にもルーティーンってその他の部分でもほとんどないですね、はいはい、あ、そうなんですね、はい、へえ、生活の中でじゃああんまりないですね。そんなんないわ。いやでもそれはなんか一個いい生き方やと思います。そのとらわれへん方が楽やと思いますよ。とりあえずないね、うん、
だからあえて言うなら、はい、ギターをパッと握った時に、うん、最新何のコード弾くかやな。それがまあルーティーンっていうかもう自分に染み付いたあれだよね。無意識のうちに握るゲーム。だって絶対 F とか B とか押さえへんよな、はい、いきなり。ないよな。だから違うなと思う。へえ。それはあるかもしれない。それぐらい。なるほどね。仕事関係ないところでしたね。いやでも10分経ったんで。はい。そう。はい。はい、ありがとうございました。わかりました。ありがとうございました。